ビセンテのサインビセンテ・ウラビエダは、スペインの製図工、石板画家、イラストレーター。作品の署名には、ウラビタと記した。彼の子供であるダニエル・ビエルジュとサムエル・ウラビエダも、画家として活動した。ビセンテは1813年、または1823年にビルバオあるいは、マドリードで生まれた。ビセンテは10代の頃から、製図工として働き、 多くのスペインの著述家の本の差し絵を描き、雑誌、エル・セマナリオ・ピントレス・コ・エスパニオールや、ライル・スタシオンにもイラストを寄稿した。1851年にビセンテは、石版画の技法を研究するためにフランスとイギリスを旅した。翌年にはスペインに戻り、マリアーノ・ホセデ・ララの、エル・ドリエンテ、1863年から69年にかけては、ビクトル・バラゲールの、 カタローニアの歴史とアラゴンの王冠という小説の差し絵を描いた。1869年には一家でパリに住するが翌年に不仏戦争が勃発するとビセンテは二人の息子をパリに残して帰国した。1872年には長男のダニエルが勤めるルモンド・イルストレの特派員として第三次カルリスタ戦争の模様をスケッチし、それをダニエルやサムエルが パリで半下に起こした。ビセンテの作品は、スペインの雑誌、ライルスタシオンエスパニョーラやアメリカーナにも掲載された。ビセンテは1879年12月26日に、パリの自宅で死去した。彼は、サンフェルナンド騎士の称号を持ち、モンパルナス墓地で営まれた葬儀には、アンヘル・フェルナンデス・デロス・リオスなどのスペイン・フランスのジャーナリストや、 出版社の代表者などが参列した。美術史屋のフランチェスク・フォンボナで、バレスカルは、ビセンテの作品を、スペインのロマンティックなイラストの古典と呼び、1904年の文献には、ビセンテは職人だったが、スペインで最も目を見張る功績を残した、と記されていたと述べた。ビセンテは1845年6月16日に、 フランス出身の女性フアナビエルジュと結婚し、三人の子供を設けた。長男のダニエル・ウラビエタは母方の性のビエルジュを名乗り、イラストに生涯を捧げた。次男のサムエル・ウラビエタは画家、版画家としてパリのクローモリドグラフ工房で働いた。さらに、長女のドロレスがいる。ありがとうございます。